どうも斉藤紳士です。さあ、今日紹介するのはですね、前回に引き続きこちら高橋源一郎さんのですね、どうしても指が隠れちゃいます高橋源一郎さんのですね、デビュー作を書くための超小説教室でございます。はい、今日ご紹介するのはですね、3章と4章なんですけれども、もうサクサクっといきます。というのはですね、かなりかいつまんでるんです。これなぜかというとですね、結構やっぱ穂坂さんとか、まあ、根本さんもそうですけれども、とおっしゃられていることを重複している箇所がだいぶあるのでね、そちらの方は割愛させていただいております。はい、第3章はですね、いよいよ新人作家の条件を考えようということなんですけれども、よくあるですね、受賞者とのインタビューのやり取りなんですけれども、高橋先生がですね、これこの作品でデビューしようと思いましたって言うとですね、必ずその受賞者は、はい、正直これでデビューできないとダメかなと思いましたみたいな受け答えを絶対するんだそうです。はい、これはどういうことか、自分の作品を客観的に読めているということなんだそうです。はい、実はですね、書けているということは読めているということなんですね。はい、まず書くこと、自分の中にあるものをぶつけて書く、そして読み返して恥ずかしくなりましょうと言っております。自分の中にあるものをぶつけて書いてるわけですから、すんごい恥ずかしいはずですと。で、ここで恥ずかしくなかった人は要注意ですと。未熟だから恥ずかしいのではありません。傑作でも自分が書いたものは恥ずかしいです。例えば大江健三郎さんでも、村上春樹さんでもデビュー作はきっと恥ずかしがってますと、ね。応募する前に確かめてみてください。自分で読んだものが恥ずいわこれこんなん書いてる、恥ずってなった方がいいんだそうです。恥ずくない、完璧、すごくないこれなってやるのはちょっと違うんだそうです。はい、あなたの中にですね、書く他者を見据える、読む他者が存在しているかどうかが大事なんだそうです。鍵になるのは恥ずかしさなんだそうですよ。はい、で、書くということの中にはですね、必ず自分を書くということが含まれています。まあそうですよね、まあ、大体そうだと思います。で、それはとても恥ずかしいことですとおっしゃっております。まあそうですよね、自分について書いているから恥ずかしいのではなくですね、人に言わずに過ごしてもいいことをわざわざ書いているから恥ずかしいのです。まあ恥ずかしい、確かにわざわざ書いてるって言われたらちょっと恥ずかしいですよね。人に言わなくてもいいのにわざわざ自分のこと書いてるわっていうことなんですよね。このでも恥じらいは小説に必要なものなんだそうです。むしろ書くことへの恥じらいがあるからこそ、小説は人間によって書かれ続けていると言っても過言ではないとおっしゃっております。深いですよね、なかなかね。はい、で、いい小説は少し過剰ですと、何かを少し言い過ぎるのですというふうに、これちょっと名言だなと思って、書いております。高橋源一郎さんよくね、紹介されてる中に綿谷りささん出てくるんですよ。のやっぱね、インストールにしろ蹴りたい背中にしろ衝撃を受けたと。で、インストールとかもそうなんですけれども、ややっぱあの頃の綿谷さんの作品って過剰なんですよね。でも、それがやっぱ魅力だし、そこにインパクトがあったということなんでしょうね。はい、で、小説の中でもですね、それを伸び伸び発揮できるのがやっぱりデビュー作ですと。で、デビュー作に許されているのは限界を超えて一度自分を解放し少し言い過ぎてしまうところですと、ね、すなわちそれって生きることは恥ずかしいを体現することなのですとおっしゃっております。生きるっていうのは恥ずかしいことなんですよということなんですね。はい、で、まあここでまとめとしましてですね、新人賞に応募するまでに整えておきたいポイント3つあるよと。1つは書く他者と読む他者を整える。で、2つ目がですね、書くことにつきまとう恥じらいを意識する。で、3つ目はですね、デビュー作は正しい暴走でなくてはならないですね。はい、で、正しい暴走者として真っ先に思い出すのは、人のセックスを笑うのは、笑うのはあって、人のセックスを笑うなの山崎直子らさん。ね、もうね、高橋源一郎さんは、その、人のセックスを笑うなの時の文芸賞の選考員もやられてるそうなんですけれども、もうね、タイトルと筆名を見ただけで、あ、これやって思ったらしいです。それがいいことかどうかわからないですよ。でも、あ、もうこれ絶対取るやんって思ったらしいです。確かにね、タイトルも、ペンネームも抜群ですよね。
もうセンスしかない人のそらネーミングですから、まあ、そのネーミングある人、まあまあ各作品面白いやろとは思いますね、確かにね、はい。でもうこれだけで魅力的な挑発をしていると、この筆名と山崎直子らで人のセックスを笑うな、もう挑発的でしょ、おい怖い怖いみたいなことです、もうそれはねやっぱ抜群だったということなんですね。で、次がですね、ちょっとこの言葉を私は肝に銘じてるというかですね、ああそうだなというふうに高さん思ったというのがですね、第148回芥川賞の受賞者、黒田夏子さん、当時70過ぎてましたよね、受賞の時点でもう70歳を過ぎてらっしゃった黒田夏子さんの、その先、インタビューですよね、その受賞した時のインタビューですね、でのですね、この言葉、生きているうちに見つけてくれてありがとう。ああ胸にくるね。これね、高橋さん自身3作目でデビューしたんですね。1作目はまあ全然最終にも残らず、2作目で最終に残ったけどダメだった。で、3作目で優秀作でデビューしたんですね。で、あれで無理なら書く仕事はしてなかったと。だから、見つけてくれてありがとう。生きているうちに見つけてくれてありがとう。同じことを高橋先生も思うというふうにおっしゃっております。で、最後のこの3章の締めくくりでですね、新人の皆さん、いつか選考会でお会いしましょうとおっしゃっております。私は3回お会いしたんですけれどもね、まだ実際にはお会いしておりません。ぜひお会いしたい、ぜひ。はい。でもまあ、高橋源一郎さんはもうちょっと辞められましたかね、選考委員は。全部降りられましたかね。ついこの間まで群像でも、スバル文学賞でもやられてましたけど、どちらも多分、降りたと思うので、今は五大賞の中の、選考委員はやられてないですねというタイミングなんですけれども、はい。で、4章目は何を書かれているかというとですね、あの過去の選評を書かれています、いろんな賞のですね、それこそ群像新人賞であったりとか、スバル文学賞であったりの選評を書かれております。で、ちょっと面白かったのがですね、157ページのですねところなんですけれども、群像新人賞ってこんな賞っていうところの賞でですね、村田沙耶香さんと島本理生さんの作品についてはーと思う、実はですね、選考委員をされてる時に、このお二方デビューしてるんですけども、お二方とも優秀作なんですよ。受賞じゃない、まあ、言ってしまえば、最優秀ではなく優秀作でデビューしたんですけれども、まあ、フィギュアスケートのジャンプに例えるとですね、まあ、無謀にも4回転半にチャレンジして2回転しか飛べなかった人がいるとね。で、もう一方には2回転を目指して着実に2回転を決めた人がいます。で、島本理生さんのシルエット、それから村田沙耶香さんの授乳はですね、2回転を目指して完璧に2回転を決めた作品だったと。だから優秀作止まりだったんですよとおっしゃっております。まあどちらも才能のある作家さんなんでね、今はもうお二人とも大活躍されてますけれども、まあ新人賞に限って言うと4回転ジャンプを狙って2回転しか飛べなかったぐらいの作品の方が評価されますってことなんですよ。もう島本さんにしろ、村田沙耶香さんにしろ、力があるのは分かってると。力がある人が力がのある作品を書いたのは分かりますけれども、2回転を完璧に決めようと思って完璧な2回転を見せられた、はあ素晴らしい、でもねってことなんですよ。でもね、デビュー作にはそういうことを求めてるんじゃないですよということです、はい。もっとこう荒々しくても、ね、欠点がいっぱいあってもいいということなんですね。思いっきり4回転を飛ぶつもりで書いてみましょうということをおっしゃっております、はい。というわけでですね、2回にわたって、ご紹介しました、高橋源一郎さんのですねデビュー作を書くための超小説教室でございました。これで一応ね、ちょっとお休みします、しばらく。小説作法の方はですね、はい、ちょうど、3月末の3章ね、スバル文学賞、文芸賞、新潮新人賞、この3章に向けて今書かれている方多いと思います、ね。で、ちょっと書いている手を止めてですね、
疲れた時にはこの動画を見ていただいて、もう一度やる気になっていただいたらね、幸いかなというふうに思いますし、僕も3勝を出せるかどうかわからないですけれども、 R1 なくなったから出せるかな、ね、毎年この時期ね、R1 と重なるんですよ。だから書くの大変なんですよ。だからね、去年も本当はもうね諦めようかと思ったんですけれども、なんとか書いたんで、今年は R1 がないのでそれもどうかなと思いますけれども、なんとかね3つとも出せるように頑張ろうかなというふうには思っております。皆さん共に頑張りましょう。というわけでね、今日ご紹介したのはデビュー作を書くための超小説教室でございました。どうもありがとうございました。